こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回は円卓投資いきましょう。リア、神楽坂、虹谷、ランスロット、友沢で、アーサーと、これでちょっとやってみたいと思います。で、お守りと招き猫持ってきてます。いきましょう。どんぐらいいけるかな。やってみないと正直わかんないからね。円卓ピッチャー、ある程度もう野手の方はこう自分の中で、まあ、目処が先日の動画でついたので、ちょっとピッチャーを進めていきたいなという感じですね。でもすごく強くなる可能性は非常にあると思うんですけどね。ちょっとどうでしょうね、わかんないや。おお、5人、これは精神ですね。バンフで、あとは技術をどんだけ出せるかっていうところではあると思います。やっぱりリアのところで技術精神かなり食うので、まあ、そこをカバーできるかどうかは非常に大事ですね。で、ああリア行くか。リアで。ああ、いいですね。アーサーでいいでしょう。もう普通に出してっていいと思うので、生物。これは、踏んでいきましょう。どうなんだろうな、これ育ててもいいのかな。まあいいや。人数もいるしね。山。お、いいね、重い玉。てか、あれ玉、取んないと危ないね。ここは断っていく。断る必要ないかな。どうだろう。まあまあまあ、いいでしょう。まあ、でき、いやー、これは、もうリアに行っとこう。で、今回初期値22なので、コントロール。結構技術精神はきつい印象はありますね。持てろ。はい。はい、ありがたい。お、パックできますね、もう。もはや。守備。強い。普通にめちゃめちゃ強い。いいですね。これ、おっきいな。経験点、おっきいな。ランス、様々だね。あ、いいですね。体力回復。打たれだよね。うん、臨床多分いくらでも入るような。おー。リア、間に合っていく。招き使ってるからね。さすがに間に合うね。うん、24にアップしました。コントロールが。虹谷、はよって感じだね。どうしましょうかね。正直、1個ぐらい育ててもいいかなって思います。ここ行くか。やる気下がるんだよな。まあ、いっか。しゃあねえ。ここはノート貸してもらう。緩急欲しいですからね。やる気もアップはうまいね。うん、ここは踏みたい。で、しっかりと生物をもらっていきましょう。アーサーからポーカーフェイスもらいたいんだ、早く。お、いいね、緩急。で、川行きますと。あー、どうしましょうかね。4人なんだよな、でかいね。これはどっちかって感じですね。コツ的には絶対こっちだけど、4人集められるのか、でかいね。4人はでかいですね。ただコツ伸びだからな。さすがにこっちにするか。
うわー、まあ敏捷いいでしょう。ちょっと難しい感じにはなってきてますね。どうしようかな。ポンコツは死ぬほど欲しいかな。なあ、綺麗。神楽体力回復が欲しい。いや、それはおかしい。ランス、いやー精神でいいでしょう。神楽行きましょう。キレと、リリース、勝ち運、はい。やっぱ取り切れるなピッチャーなら。コツ取り切れますね多分。で3人しかいないと。うわー、これよこしなさい。うん、まあまあ出てますね点数は。あと1ターンか。ちょっと回復しながらだね。あー、体力下がるけどしゃあないな、これ。はい、筋力1位で、一応タックになっていると。変化、あ、ダブルっすね。アーサーって何くれんの。あ、伸びしかも残ってねえや。急速骨と頼もう。お、いいね伸び。あ、ちょ、それ練習できない。いやー、朝生きて。まあまあ、神楽だったんでいいでしょう。ここ、ありかが欲しい。ありか、ありか、ありか、ありか。あい、山。まあ、復活ならね。っていうか、うわー、体力。ならまあいいっちゃいいけど。精神ですね。で、取れそうなやつは進めた方がいいかな。ワンフーでしょ。あといいか。打球反応、まあクイックあるからな。ちょっとわかんないな。縛りいらね。お、ラッキー。アーサー1、これはまあここですね。強いね普通に。何にも出ないかもなこれ。これ何にも出ないまでありますね。生物2つこなして山が出てるんだよね。3個こなしてるんで、ちょっとこれ超リスキーですね。守備かな。守備にします。これちょっとリスク高すぎですね。弾持ち、弾持ちか。コンボでくれた気がするけど。あー、虹谷は行きたいわ。虹先輩は行きたいですね。どうしようかな。よっしゃ。もろた、いいね。それ
カグラいますからね、今回。ほーんと、体力戻してぇな。強っ。あー、これ強いなぁ。行きたいなぁ。でも3人、育てた方がいいだろうなぁ。1、2、3個。絶対3個しかこなしてないからね。デート一発行く？いいんじゃない？それで。カラーデートあるかもしれないし。うん、いいでしょう。お、やめて。オッケー。からの、リアの、体力がより回復する選択肢。下ですね、つまり。お、普通に行けばいい。ラブパ切れなかったね。これはありがたい。ただ、うわぁ、うわぁ、虹谷か。虹谷か。これ、マジ死ぬほどもったいねえな。でももうしゃあないんですよね。ここまで来ると。うん、守備にしましょうか。二人と一人だからね。迷うけど。ここは守備でいいでしょう。で、コツが取れてるやつで、うんぬんは。ポカフェは置いときましょう。玉落ちはもうしゃあない、ね。縛り。なあ、打球反応ね。これは、ポイントでいいでしょう。テンポくれ、テンポ。いやー、まあまあまあ。でも、テンポ取ったら、ポーカーフェイス取れないのか、アーサーから。14か。スタミナかな、難しいな。変化上げた方がいいと思うけどな。コツもついてるし、変化にするか。奪三振欲しいですしね。クイックうまい。よし。ははは、まあコントロール上げてないから。うわー、失敗ったか。ちょっとまあ能力上げきれてなくて、まあちょっともったいない感じになりましたもんね。ダブルタックランス。伸びた後何なの？ないや、奪三振取って伸びですね。ほい、よーし、よく通した。頼む。このレベツエピック。ありか。ありか。おーおおお、すなわち。まあまあまあ、臨床。すなわち入りました。で、ちょっと休まないと。アーサーでいいかな。体力回復した方がいいまであるけど、ね、ちょっと。これ伸び取ってしまって、休息骨狙いましょうか。結構くれるな、骨。内角。気のせいじゃなければ結構くれるな。まあまあまあいいでしょ、これは。あ、うわぁ、ちょっとさっきから体力消費きついぞ。うん、これ4人集められるんで、普通にいいですね。人数はいるんだよな。ちょっと行き過ぎだわ。で、内角と、そんなもんか。
精神いきましょう。ちょっと精神きついかな。まあ朝が鍵ですね。やる気最大値どう考えるかだね。はい。まあリアやっぱ回復するんだよ次。いいでしょう。うん、まあまあうまくいってると思います。ちょっとイベント関係がかなりなしなんで。おお、ありがてえ。スタミナアーサーかな。あ、これ友沢の可能性あるんでスタミナでいいですね。クイック、まあ、牽制取っちゃうか。クイックは来てもいいや一回と。ポカフェイスはもう我慢できんですね。緩急も行くか。他の方が絶対欲しいしね。スタミナ1上げましょう。もう40来てるんで。はい。クイック。投資。お願い。急速コツ。わぁ。でもまたセイブズ出ましたね。金徳いけんな。アリカをくれ僕に。お、剣。ちょ待って待って、これやばいんじゃない。まあどう考えるかっすね。これ精神でもいいかもしんない。人数も集めらんないし、デートにする？こんななんか、コツとうんぬんなんか育てたって、体力もったいないし。あ、これデートにしますわ、僕。手応えわかんねえな。いやでも取れそうな気がすんだよな、コツ。買わないで。いきます。超体感の話ですけど。よし。あ、ちょ、やめて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 。オッケーオッケーオッケー。素晴らしい。これはタックでいいでしょう。ちょっと引かれますけどね、ここも。ピンチ。うん、これどれにしようかなっていうレベルなんだよな。結構もう全部いっちゃってるんで。結構悩ましいですね。アーサーが正しいだと左が入るのか。結構でかいね。玉持ちはもう取ってるんで、アーサーにしましょうか。で、レベ2か。おお。これはジャンプですね。間違いなく。スカウトにするか、スカウト体力にするか。か、筋力も大事にしていくか。していこう。やる気アップしなかったわ。ですね、ランスがですね、一回目上ですね。悩み。ほい。クイックも取れてるし、多分、臨床は足りているでしょう。次、剣入るね。精神でいいかな。はい。もう筋力レベル1なんでね。3か。なんでもこれは取っちゃっていいでしょう。まあ、剣を待つっていう点もありましたけど。オッケー。うん、生物は全く問題ないんだけど。アリカが来ねえ。アリカはちょっと早めに引かないとターンきついんでね。ほーい。何にも走らせらんねや、これ。スタミナ行きましょう。
球速も伸ばせんな。球速を作れば。やめて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 。うわー、リアちょっとなんとかしてこれきついなー。友沢ももう終わっちゃってるんで、なかなかにね、こう難しさはありますね。で、これテンポ欲しいんで、そんなことむっと、はい、ちょっとやる気くれ。いやー、これやる気でな。スタミナっすね、間違いなく。で、奪三振取ってるんでね。奪三振終わってますね。リア、ほんと頼む。そして、聖杯のありか。ありか、ありか、ありか、ありか。いやー、秘密。ポンコツは終わりましたね。からの。ちゃっちゃっちゃらって、くそー。そんなうまくはいかんか。いやー、カリンですねー。うん、ちょいちょい上がってきたね。守備でいいかな。かやる、まあやる気は下げらんねえな。やる気下げはもうきついっすね、さすがに。ちょっ、いやーきつ。精神マジきついね。うわー、守備かな。これ結構難しいチョイスにはなりますね。オズマホタレ。いやー、それ、やる気。うん、これ、踏まないと生物来ないね。やる気くれ。なんすろ。あ、まあ朝でもよかったか。アーサーの方がよかったか。これちょっと失敗しましたね。要所だったな、朝。うわ、センスキャー。き、いひー、やるぴー。ワンチャンデートありだな。や、やるぴきついぞ。やるぴマジきついっすね。どうしようかな。精神にします。投資。うわー、体力か。削ってくるな。かなりで助かったけど。そうっすね、これ飛び越えちゃうと結構不都合あるかもね。ありか出したいもんね、絶対。ちょっと一発ここはもう、背に腹は変えられないっていうですね。うん、しゃあないっすね。来い。よし。急速いけばいいのか。神楽坂、はい。変化でもいいんだけど、神楽坂。神楽坂ってなんか、あとあるかな。いや、ない。変化球しかない。まあ、いいでしょう。3人集まるし。頼む。ありか。うわ、秘密。ちょっと厳しそうっすね。
ターンがきついね、ターンが。そうだな、そしてこれ精神か。いい、いい、つらい。うん、点数はまあそれなりって感じですね。コンを普通に進めていきます。進める他もないっすね、手段が。火消し、うん、これありか、無理だな。もう多分ないっすもんね、エピック。あっちまで行かないと。スタミナ全取りしましょう。火消し。クイック行っていいかな。あ、行けんのか。どれもちょっときついな、こっち行くの。筋力大丈夫か。おほうぎり。いいですね。アーサーでいいんだよね。やらかしたな。どうするこれ。無理に踏みに行くのか。まあどうせありか無理だからいっか。どうせありか無理だからいったって感じです。あと残りのここのセクションを踏んでいく方が大事かな。ちょっともったいないっすね、砂地と剣入ったんでね。アワビスペシャルカラー、おほほい。うん、守備でいいかな。筋力いるかもしんないけど。食い付け。あと3。あ、守備か。まあ、いいんじゃないですか。正解来い。ああ、ヤマトレ。あと1段くらいちょっと上げたかったですね。回りきれると思うんだね。真ん中も無理か。守備いいっすね。技術と変化とエピックか。ちょっと急速筋力か。
非常にあれですね、精神が欲しいかな。なんか出ろ、練習効果アップ系、あ無理か。技術、はあ、いらないよね、筋力と精神。やる気ありがてえ、心の底からありがてえ。あ999になっちゃった、仕方ないけど。うん、これちょっと安いやつ取るか、急速安定いいっすね、取ろう。コツね、急速コツ1個でいいからくれ、クロファイ。よし、ナイス。割とアーサーいけますね。筋力も無理でしょ、さすがに。上げないと雰囲気わかんねえんだよな、取っていいかどうかとか。っていうのは正直あります。なんでもう上げていきましょう、ちょっと。150ぐらい入るよ。なあ、緊急動画ね。まあ割といい感じかな。パーサーか。マジか。くれんのかな、もしかして。いや、くれない。コントロールマジでしんどいな。まあ盆栽ってのもありますけどね。824か。824か。お待たせいたしました。4番。うん、デッキなんかこれで間違ってなさそうですね。これでいいんだわね。それだけに50にしたかったっすね、ランスロット。これで、大きい変化タックは0なので今回。ダブルぐらいしか入ってないので、まあ、これでいいんじゃないかな。なんとか、精神は、アーサーのスタミナタックで拾っていく感じですね。多分、精神かなり出にくいと思うんで。この辺かなと思います。うん、すげえ形になるよ。くあのコントロール22からここまで成長したい。101いけるかは本当謎ですけど、はい。うん、センスあったら形にできそうだな。でもやっぱり無課金デッキとはデッキパワーが違うんで相当いきますね。ほんとなんか両方のアカウントを回すと分かりますね、違いが。うん、今回は筋力じゃねえや、コツはかなりうまくいっているので、なんかそういうところで、おお、このダブルどうする。ま、踏むでしょ普通に。おお、このダブルどうする、踏まないでしょ普通に。うん、さすがに尻上がりだね。自分って投げても打たれるな。
光ピンちゃんにしますか。うん、まあ強そうだよね普通に。そうっすね。問題はまあ本当にコントロール無理ゲーっぽいな。お待たせ。エンタク先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で奥山、ネクストバッターサークルに控えているのは同園、低め外角、精神がきついっすね。かといって虹谷外してポンコツなくなったら無理なんで、まあスバルだよな。覚醒のスバルなんだよね。第2球、内角低めいっぱいストライク、これで追い込みました。ドキは3球で145キロ直球、空振り三振、同園。エンタク追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で友澤、第2球投げた。伸びきれが安定するというのが凄まじく強いですね。エンタク追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で打ちました。これはいい当たり、打球は入った。まず追う展開で迎える7回です。ノーアウトランナー一塁三塁という場面でリバイ、第2球ストライク、これで追い込みました。第3球を145キロ直球、空振り三振、リバイ。ちょっと変化タックで技術を入れられないと結構厳しいかな。筋力がおそらくはけないです、ね、わずかに外れました。カウントはワンボールワンストライクです。次は4球目、ストライク、空振り三振、2者連続三振でピンチをしのぎます。第9球、ただかなり形にはなってると思います。第2球見送ってストライク、もう追い込んでいます。第3球は内に切れ込むスライダー、空振り三振。技術精神だ。いよいよ最終回を迎えました。この回の先頭バッターは今泉。なんか最大値を目指すんだったらやっぱりこのデッキかなと思います。なんかパピオンとかを入れるとおそらく技術精神かなり安定はするかなとは思いますけど、ちょっとなんかやっぱタックがねお話にならないと思うんで、パピオンなんかはね。第2球見送ってストライク、キレのある変化球。第3球はパーム、空振り三振、別所見事なピッチング。お前最後バッターピッチャー同江、電卓もう敬遠させてくれ。抑えたい場面、第2球空振り、変化球にキレがあります。第3球をストレートはボール、これはわずかに外れています。カウンター2ボール1ストライク、打ちました。ラッキー。そこでのサード、頭から滑り込む、気迫を見せます。はい、勝てました。クリア行ったし、アーサーがワンチャンス球速骨をくれるかもしれない。おお、まあいいでしょう、精神欲しいですね。一人、これは遊びですね。ああ、まあまあ大丈夫でしょう多分。かっこ多分。あ、投手レベル5か、掴んじゃうか。うえーうえー、ジャイロボを取るか。お待たせ。エンタク先制のピンチを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で、カーキャッチは、ほうほう、ありがてえ。盗塁を阻止しました。次の投球、うん、ちょっと技術足んなくて第2球種取れないですね。外角低めいっぱいストライク、バッター追い込まれました。第4球を外角低めいっぱい、結構筋力困るな。第1球決まってストライク、まずは決めてきました。第2球ストレートはストライク、別所まずは簡単に追い込んでいます。投球はこれからですよ。うん、守備2枚もしくはコントロールを挟むとかなりバランスは良くなると思いますけど、ちょっと盆栽じゃ太刀打ちできんかな。第2球インコース低めストライク、これで追い込みました。
でもまだコントロール80ですからね。ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で今日はここまで3打数1安打。第2球アウトコース低めいっぱいストライク、簡単に2ストライク追い込んだ。投げました、外角低めいっぱい見逃した。第1球打ちました、初球打ち、セカンド1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、別所よし。62、試合経験点がないからかな。精神はいられるんだよな、最悪。ただもう約束された62なんですよね、技術が。どっち行くかな。いやー17、難しいっすね。38の変化がいらないんだよね。18だし、うん、こっちだ。急速コツは諦めてます。ちょっときついかな、やっぱ。うわうわ精神、技術ともにきつい。円卓先制のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で来るな。この後に控えているのは第2球、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を三振、うん、筋力だだ余る未来で終わりそうですね。ランナーは4番ブ、緊迫した場面が続きます。ボール第2球、変化球ストライク、インローへ。第3球をアウトコース低めストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、スライダー、空振り三振、ピンチを連続三振。そんで友沢もいるからいけるでしょ。円卓先制のピンチを迎えました。というかなり安易な考え方でサクってますけど、でもちょっとこのデッキだとやっぱり試合経験点少ないんで、まあ本当試合に行くまでの勝負になりそうですね。いかにエンタクレスで点数稼ぐか。OK ですね。さあ残り1試合最終週、ここまで来れてよかった。最後も光ってくれましたね。しかもスタミナ、これはありがてえわ。150はいくでしょ、どうやったって。ほう、70乗ったわ。ねー、やっぱちょっと厳しいな。いやー、きつ、きつい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 。152は乗せようか。で、あとは終わってからでいいでしょう。ランナー一塁二塁という場面で花上、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。2球目ストライク、もう追い込んでいます。第3球を変化球、空振り三振。8とかかな、なんか8球っぽいよね。そのあたりじゃないですか、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で S8 くらいっぽい。今日はここまで3打数1。どうなんでしょう、結構コツは取れてるし。ただまあコントロール S1 乗らんから、ここで入って80点、リアで100点ぐらいなんで、まあ足りないですね、技術が。うん、ただ最大値はこれで変化がタックが重なる前提なので、まあそういうところだとは思います。うん、1万点出てないぐらいだね。251じゃ足りないですね。おとなしくこの辺取った方が伸ばせるでしょう。伸ばせるでしょうっていうか、
あー厳しいな。もうなんとかまあうんって感じだね。高速シュート。ははは。ね。どうしようもできねえわ。ちょっとまあ、ちょっとばかし難しいよね、やっぱり。400余りっすね。どうしようもないと思います。か、もうちょっと対左を、レベル1なんで諦めて、他に行くっていう感じですね。うん、いけねえわ。はい、以上です。うん、まあ8ぐらいじゃないの。8もいってねえや。うん、そうですね、本当技術が重なる前提の、まあ、変化重なる前提のデッキっていう感じはしますね。ただハマったらかなり強いと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8。 うん、プラスまあ S1 コントロールが来ないとまあちょっと話になんないっすね。はい、安定感を求めるんだったらもうちょっとこう、まあ守備とか技術とかを入れるデッキの方がいいかなって思います。まあ、とにかく足りないのは技術精神なのは分かりきってるんで、その技術を出す意味でも守備もしくはコントロール要因っていうのは絶対いるかなと。あと精神はアーサーと精神練習で踏んでいければ割とこううまくハマったりすると思うので、まあそういうところで頑張っていければいいんじゃないかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたします。